健康の原因、第一原因は生まれながらにしての親からの遺伝、お腹の中に入っている時の圧迫、親の子宮の働きが悪くて子宮の拡大が弱い、それから重力が働く、中の小水が少ないとかですね、脳に加わる頭蓋骨に加わる圧力が強い、そのことによって頭蓋骨が潰れる、潰れないように一生懸命抵抗して頭がでかくなって硬くなるというようなことというものが突然変異を起こすと、これが第一原因です。第二原因はストレスです。ストレスとは刺激です。これは物理用語です。医学用語じゃありません。いわゆる重力だとか力によって圧迫されることが主体です。人間に、セリエという先生がストレス学説を用いましたけども、やはり重力、圧力、運動、これが一番です。二番目は気候の変動。気候が変動すると体調が崩れる、体温は1度上昇しようとする、ないしは、下がろうとすると、それを保つためにはすごいエネルギーを必要とする、そのためにくたびれて病気になる。ストレスが溜まるっていうのは疲労が溜まることを言います。ですから精神的なストレスが溜まってるっていうのはそんなものは存在しない。大脳が疲労して、いわゆる血液の流れがなくて、ゴミとバイ菌が増えて栄養があまり来ない、ですから精神活動がうまくいかないっていう状態が精神的ストレスが溜まっているということになるわけですね。で、第3番目、これは、細菌ウイルスです。コロナのウイルスがなんと増えました。そのことによって体調が崩れると、これもストレスなんです。精神的ストレスはどっちが大きいですか？コロナウイルスに感染しないようにと思うのが精神的ストレス、それが大きいんですじゃないですね。感染したらもっと大きいわけですね。細菌ウイルスの次、これは今度薬物です。一番悪いのは医者の出す薬物。酒タバコってすぐ言いますけど、あれ酒タバコよりはるかに悪いのが薬なんです。薬は例えば風邪薬一瓶買ってきて一瓶飲めば死ねますから。で、酒、体が弱い人一生飲んだら死ぬかもしれない。だけど酒だのタバコだの死ぬまで飲むのは大変。風邪薬は簡単に死ねるんです。薬の方がはるかにストレスが大きいんです。5番目、騒音であるとか、こういう環境の問題で、6番目、精神的ストレスも多少はストレスになるんじゃないかということですね。ストレスになるんじゃないかっていうのは、体を疲れさせて、体の機能を悪くするっていう意味ですから。で、例えば頭を疲れさせたとしても自律神経が良ければ全然そんなものを大して問題にならないわけです。ところが今みたいに頭がでかくなって体調がすごく悪い状態で、背骨まっすぐで、免疫力がものすごく落ちてるという状態だと、もう頭の血の流れ悪いですから、ですから物がうまく考えられないというのは精神的ストレスのせいじゃなくて、肉体的な頭の圧迫ストレスですね、持続的圧迫ストレスによって精神的な刺激がうまく受け取れない、受け取って考えることができない、結論を出すことができないから思い悩むというのは精神的ストレスのせいじゃなくて脳の圧迫ストレスのせいなんですね。脳の圧迫ストレスの原因は体液の循環の悪いせいなんです。脳脊髄液の吸収の悪いせいなんです。